牛島は、瀬戸内海のほぼ中央、大島と博多島との間の宮久保瀬戸にある小島。芸与諸島の一部をなし、愛媛県今治市に属する。南北約1.5キロ、東西約0.8キロ、面積0.76平方キロメートルの小島で、周囲は、集落のある地域を除いて、崖となっている。島の中心は、標高84メートルの小高い山となっている。 付近は、潮の流れも速い。東名は、足利義満が一つ貝の卯を貸しし、海に放すとうが繁殖したことから付けられたものとされている。中世には、野島村上水軍の船隠し場や水飲み場が設けられ、大干書、武行書、造船所まであったとされ、遺跡も残されている。島の南端には、城郭跡もあり、牛島の西にある野島と共に史跡に指定されている。 水軍が去って後、江戸時代初期に佐島から農民が移り住んだ。その後、今治藩に属し、宇野島、右島とも書かれていた。織田信長の抜損といわれる、織田信義が獅子狩りの子を持って、今治藩主、東道高義よりこの島を配慮し、大大島の組頭を務めていた。島内には、第四代組頭の織田賢志郎が1772年に、建立した道がある。 明治から大正にかけては造船所もあった。1960年には国勢調査による人口206人との記録がある。みかん農家がある。また、大正から昭和時代には海運も盛んに行われていた。現在島民は23名である。また、島民の姓は小田福良の二つである宮久保、博多島との間のフェリーが牛間にも寄港している。 ありがとうございます。